はい、青春ヘミチジャーバーです。今回はマレーシアで購入してきたこちらのキンダージョイのチョコエッグですね。海外版のチョコエッグですが、マレーシアの方で購入してきたので、そちらの方もねちょっと一つずつ開けてみたいと思います。こちらね、上の方がピンク色のものが多分女の子用のチョコエッグで、こちら青いものが男の子用なんじゃないかなと思います。裏はこんな感じになってますね。ちょっと中身ね、どんなものが入ってるのか想像もつかないので、自分もちょっと楽しみなんですが、こちらね男の子用が5つ、女の子用が1つということで、ちょっと開けてみたいと思います。ではね、こちらの方から早速開けていきましょう。どんな感じ、あ、こういう感じで、どっちかが多分おまけで、どっちかがチョコレートなんです。チョコエッグみたいなものかと思ったら、そうじゃないんですね。ちょっとこちらの方からまず開けてみましょう。どっちがおまけなのかちょっとわからないですが、はい。あ、こっちがチョコですね。こっちがチョコが入っています。ホワイトチョコになんかね、このなんか、普通のチョコみたいなものがね、ちょっと上に2つ入っているといった状態ですね。で、こちらヘラの方で多分ほじくって食べるんじゃないかなと思います。ではね、ちょっとこちらおまけが多分こちらに入ってると思うんですが、こちらの方は開けてみましょう。出ましたね、これなんだろう、出てきました、これなんな、あ、なんかこれなんでしょう、これなんかマーベルですね。マーベルのキャラクターですね。あんまりマーベル詳しくないんでわからないんですが、スパイダーマンとかアイアンマンとかいろいろね書いてあるんですが、こちらはどうやって遊ぶんだろう。あ、これストラップになってるんですね。ちょっとしたキーホルダーのような感じになるみたいですね。ちょっと組み立ててみたいと思います。こんな感じですね。こんな感じのキーホルダーですね。割とチャチじゃないですね。この顔もちょっとプリントされていて、これは何のキャラかちょっとわからないんですが、こんな感じのフィギュアというかね、キーホルダーがまず一つ目出ました。ちょっとね、実際ね、チョコの方何気に食べてみたいと思います。意外と一つチョコ食べてみたんですが、結構美味しいですね。結構海外のチョコというと結構日本に比べてだいぶ味の方も下がるんですけれども、こちらのチョコはね、非常にね美味しいチョコになってるんじゃないかなと思います。それではね、二つ目いってみたいと思います。これチョコと別々というのがいいですね。一回のチョコはちょっと食べずに置いておきます。で、こちらおまけの方を見てみましょう。わ、また同じ系かな、これ似てますね、これまた。わ、これまたちょっと違う、これはまた独特な、何なんだろう、これマーベル関係ではなさそうですね。こういった感じでね、ピンバッジみたいな感じですね。ピンバッジみたいになる謎のキャラクターですね。なんかセブンイレブンみたいな色のキャラクターが出ました。ちょっとね、組み立ててみたいと思います。わ、斬新ですね。シールはただ1枚なのみという、これまさにセブンイレブンみたいな色ですね。本当に何でもいいんですけど、これを貼ってこんな感じですね。顔を貼ってこれですね。これで遊ぶこともできますし、これをこういった感じでピンバッジみたいにつけて遊ぶ、つけることもできるということですね。今回出たのはこれ、謎のセブンイレブンロゴといった感じでしょうかね。では3個目開けたいと思います。で、何が出るかなというか、あとは、そう、今度はバイク系、結構いいんじゃないかな、このバイク系。こういったもの俺好きなんだけど、何なんだろうこれ。まずは説明書。わ、バイクですね、これ完全に。完全にバイク系ですね。指で遊ぶバイクですね。ちょっと組み立ててみたいと思います。これはこうか。うお、かっこいい。かっこいいこれ。なんか昔のハーレーみたいな感じで、ここに指を乗せてこう遊べといった感じですね。このディテールがいいですよね。これですね、まさに指で遊ぶバイク。このなんかロータウンされたような感じの、こう結構カスタムされたバイクの感じが出ていて、これ結構好きですね、俺。いいんじゃないですかね。こんな感じで出ましたね。ちょっとこう折り返しなんで、女の子用開けてみたいと思います。まあ、多分女の子用だろうということで。あ、やっぱ女の子っぽいですね、これね。何のキャラクターなんでしょう、これ。あ、クレヨン？頭がクレヨンになってますね。クレヨンのフィギュアみたいな感じですね。女の子用、男の子用、女の子用、ちょっとわかんないんですけれども、あ、ここだけですね。ここだけがクレヨンになっていて、こんな感じですね。うん、そうですね。謎のキャラクターですね。あ、こちらしかもこの、これが青なんで、青色でここを塗ってくださいねといった感じの、こう塗り絵も入ってますね。気が利いてますね、この辺は。この辺ちょっと遊び心ありますね。この紙でこれで実際青の色を塗りましょうといった感じになってますね。で、次の感じかな。おっと、またこれなんかまた全然違うぞ。これは何なんだろう。うわ、飛行機？飛行機かな、これ。紙飛行機みたいな。まあ、こういった感じ、飛行機ですね。ちょっとこういったまた新しい感じのおまけが出ましたね。
これどうやって、うわ、めんどくさ、これ挫折ですね、めんどくさいっす、これ無理っす、まあ、ちょっとこれ外れなんじゃないかな、これもちょっとこれは動画で消化するの難しいですね。最後の一つにちょっとかけてみましょう。最後の一つ何が出るかな、よいしょ。さあマーベルが一発目に出ちゃったからな。あ、これまたマーベルだ、同じ系ですね、最初と最後がマーベル系のってやつですね。あ、これは知ってます。キャプテンアメリカですね。キャプテンアメリカの先ほどのものと同じものですね。これどうもね。こういう感じですね。これがこういった感じのキャプテンアメリカバージョンの先ほどのキーホルダーと一緒ですね。これですね。はい、といった感じでね、今回ね、マレーシアに購入してきたキンダージョイのチョコエッグの方を6個開封してみました。まあ日本ではなかなかね、もちろんこういったもの見かけないので、また海外に行った際にはね、こういったおまけ付きのおもちゃあったらね、ぜひまた購入していきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。